はい、えー、皆さんこんにちは心理カウンセラーののりたきけんたと申します今日もご覧くださりありがとうございます、えー、今日はですね、まあ、ずわりはしかは本当に今流行しているのかというテーマでお話をしてみたいと思います、えー、その前に1点ご案内です、えー、明日ですね、えー、月曜日の夜9時から あの、えー、キングキドラのメンバーである KW 社員さんと、えー、の対談動画、えー、前編をですね、えー、プレミア公開したいと思います。えー、こちらのメインチャンネルの方で、えー、公開予定にしておりますので、えー、よかったら一緒にご覧いただけると嬉しいです。で主にですね、国際情勢についていろいろとお話を伺っておりますが、非常に楽しい、有意義な、えー、内容になっていると思いますので、ぜひ、えー、ご覧ください。 はい。それでは早速本題に入りたいと思います。えー、これですね、最近ですね、あのー、まあ、ネットニュースとかでも、はしかがすごく流行ってるとか、はしかのね、予防接種が追いついていないとか、あの、足りなくなってるとかね、なんかそういうようなニュースをすごくやってるんですね。これまるで、申し合わせたかのように、いろんな、えー、メディアがですね、取り上げています。で、はしかって、 も確かに、はしかって感染すると別にその、ハシかはもう軽いものだよっていうことが今日言いたいわけではないんですけれども、これ昔からあるものであり、えなんで今年急に、このはしかはしかはしかと、え急に言い出したのかなと、ちょっと不思議に思っていろいろと調べてみました。今現在ですね、3月の15日時点の、 情報になるんですが今日本国内でですねはしかに感染した人が14名出たということが、えー、ニュースになっていました。 えー、今年入って14名ハシカに感染した。でこれがですね非常にニュースになってるわけですね。まあこれ日本だけじゃなくて世界的に流行しているということで、まあ、ニュースになってる部分もあると思うんですがこれここまで本当に今騒ぐことなのかなというふうに、えー、不思議に思いました。で実際ですねハシカで、えー、例えば YouTube とかインターネットとか検索してみるとですね、えー、感染力最強クラスハシカ致死率はインフルエンザの10倍とかですね えー、世界的流行、ハシカ感染相次ぐ、えー、空気感染マスクも効かず、ねえー、国内感染者は13人にとかね、えー、そういう見出しがですねいっぱい出てきますハシカ流行で予防接種呼びかけ林官房長官とかですね、まあ、そういう、まあ、とにかく予防接種の呼びかけだったりとか あとですね、これ、マスクもあなかなか効果ないよってことを言ってるんですね。これ、空気感染なので、えー、効果があまり期待できないってことをはっきり言ってるんですけども、これ、なぜ新型コロナの時はこれ言ってなかったのか、これ本当に不思議ですよね。はい。そしてですね、えー、実際のところどうなのかということを、えー、ちょっとね、調べてみました。で、これ200、2001 14年,今,年ですよ、ね、え今のところ国内で14人、まあ、ちょっと最新情報多少変わっていたら申し訳ないんですがえ14人ぐらい感染しているということなんですけれどもこれですねまず東京都の感染症情報センターというところをちょっと調べてみました。 マシンの流行状況、まあ。マシンというのは端化になりますね。えー、東京都2024年の最新バージョンをちょっと見てみたいと思います。これ更新日がですね、2024年の3月14日になっています。3月14日ですね。えー、これ東京都で、受理、収別報告数推移。これですね、えー、今のところ東京都で2件なんですね。2件報告が上がっています。えー、そしてですね、えー、年別報告数の推移。 過去10年間の推移を、えー、が載っています、えー。これ見ると2024年は、えー、まだ2件なのですごく少ないですよねで。2023年を見ると、まあ10人ぐらいになっているわけです。東京都で。2023年で。2022年と2021年。そして2020年も非常に少ないです。少ない。2021と2022年は東京都で0人だったみたいですね、えー。2020年もこれ1人か2人ぐらいのグラフだと思います。えー、しかしその前。 2019年はどうかというと、ボンと、これ120人を超えている、まあ、数字になっているわけですね。その前、2018年、17年、16年、15年、2019年が非常にこれ流行した年になっているのかなというふうに思いますが、2018年とか2017年も、東京都内で20人から30人ぐらいの間で毎年流行していたということですね。 そして今、東京都では2人しかまだ、えー、報告が上がっていないのに、なぜ今年だけこれだけの騒ぎをなのか。2019年は120人、125人ぐらい感染者が出ているのに、 この2019年にハシカにこんなに気をつけなさいよっていう大々的に一斉でニュースで流れた記憶が僕がないだけかもしれないんですがあまりなかったような気がするんですけれどもなぜ2024年だけこれだけ騒ぐのかというのは本当に不思議だなというふうに思いますちなみにですね2020年2021年2022年が少ないというのはこれハシカだけじゃなくて例えばインフルエンザも これ非常に少なかったですねこれはウイルス干渉が起きたんじゃないかというふうに言われているんですが、まあ、あらゆる他のウイルスが実は流行あんまりしなかった、まあ、全部かどうかわからないんですけどねで通常毎年流行るようなウイルスも非常に少なかったっていうのが言われています、まあ、このハシカのウイルスがそれと関係しているかどうかまではちょっと僕はわからないですが、えー、まあそういう何らかの理由でね、えー、まあ渡航制限があったとか今ハシカっていうのはどちらかというと日本の まあ国内産と言ったら変ですけれども国内で感染が流行しているというよりも海外から持ち込まれたものが多いがほとんどというふうに言われていますので、まあ、渡航制限があったりすると日本国内では感染者が増えにくい流行しにくいっていうのも当然あったかもしれない、まあ、これ可能性の一つですけれどもねなのでこのすく異常に少なかった 2021年や2022年と比べて、2024年はもうこれすごく流行している、怖い怖いっていうふうに、そこだけを切り取って見ているように思えてしょうがないです。まあ、少なくともですね、2019年、これめちゃくちゃ感染してるんですね。さらにですね、 これ2019年より前のの年間のグラフを見ているとこれ過去10年間ですね。2010年から2019年のグラフを見ると例えば2021年とかだともっと流行ってるんですね。180人ぐらいボーンといっている年もあります。なのですごくねこれ不思議な感じがするなというふうにまず一つ目が思いますね。 そしてもう一つなんですがこれこの中にですねマシン累積報告数の推移というのがあるんですがこれ2017年から2024年までの12345678年間の可視化のね累積報告数がグラフになっています。 で2024年、これ日本全国の分ですね、えー。今どこかというと、これ一番まだ下のところですね。えー、赤い9のところまで、第9週までが、えー、赤い線になってます。一番下のところですね。ここで、今この状態なんですね。グラフにすると、まだ地べたを這いつくばってます。まあ、まだ14人とかそのぐらいなので、グラフにすると0に近いですね。で、1つ目の 横線が100人なんですねで一番上が800人までのこのグラフになってるんですがこれ2019年先ほどね2019年多かったねって言った2019年見ていくとこの水色のグラフですボーンと上がっていますえ第9週の時点でこれアバウトな数字ですが300人弱ぐらいもうこれ日本全国で感染者が見つかっているわけです2019年今2024年は今の時点で 14人です2019年は300人弱ぐらいですね。これ2019年も今でこれ大流行と言ってたら2019年異常事態ですよねえさらに2017年もおあの今年より全然多いですよね17年18年も、えー、グラフが上の方に行ってるようにな気がします あこれはグラフは3月6日現在のものになりますので、えー、まだ14人までも上がっていないところの、まあ、数字ですが、まあ、14人になってたとしてもこれほとんどえ下の方になるということですね。そしてですねもう一つ面白いグラフを見つけてみました。えー、国立感染症研究所のののホーームページの中の これ2019年先ほどね2019年結構感染者数多いねと言ってたところのものなんですがこの中にですねこんなグラフがありました年齢群別接種歴別マシン累積報告数というのがあるんですね2019年の第1週から52週までの年齢別に何人ぐらい感染者が報告されたかっていうグラフなんですねまあこれを見てみるとまあ0歳とかが一番多い でですすが、まあ、あとは30代ぐらいいも多いですねこの色分けをしてあるのが縦の線の中のね何かというとこれマシンの予防接種のえ接種してるかしてないか、まあ、接種歴なしもしくは1回接種した人2回接種した人そして不明な人この4つに分けてグラフを出してるんですね4つに分けてグラフを出してます で0歳とかだと予防接種ほとんど接種してないのであの接種なしがほとんど多いんですボーンとこれオレンジの部分が接種なしですねで他のところを見ていくと、まあ、接種なしの人そしてえ水色が1回接種ですねちょっと肌色っていうんですかねちょっと薄いピンクサーモンピンクみたいな色のところが2回接種したけど感染してる人です 2回接種している人でも、まあまあこうやって見てみると、えーまあ、感染しているんだなっていうのが、まあなんとなくの印象です。えー、ただですね、これ不明が多いので、紫が不明になります。特に年齢が上に行けば行くほど、自分がこのハシカの予防接種を受けているかいないかがよくわからない人が多分多いということだと思います。僕も実際自分が接種しているのかしないのか、えー、よくわかりません。 多分年代のところを見ると多分一回やってるんじゃないかなというふうには思うんですけれども実際きちんと調べてみないとわかんないんですね記憶としては僕はあんまりないわけなんですなので年齢が上に行けば行くほど不明の人が多いのでこれ実際の接種した人接種してない人2回接種した人のどのぐらいねこう予防接種に効果があるのかっていうのを判定するにはちょっと不明が多すぎてちょっとわかりづらいかなというのが正直なところなんですが このグラフで何を僕が言いたいかというとこれ国がですねこのグラフを出せるということなんですよ接種してない人接種1回接種した人2回接種した人ねそしてよくわからない人これを年代別にもこれグラフ分けして数字を分けてねグラフにできる国立感染症研究所がということなんですねということは皆さんなぜ 新型コロナウイルスの〇,〇〇〇でこれを出さないのかってことですよね。これ出せば一番わかりやすいですよね。で、これはえ残念ながらえ国は出せるはずなんです。こう出してるからね、他のウイルスで。なのにえなぜ新型コロナウイルスに関しては ここれ出さないいのかっていうことですよね、まあ、そこがですね、まあ、正直このはしかのことを調べながらですね、えー、一番それについて僕はすごく疑問にというか、うん、じゃあそれも出してくれよっていうふうにね非常に正直思いましたでさらにですねもうちょっと別のデータというかこれカンテレニュースに非常に分かりやすく載ってたんですが、まあ、感,染感染力最強クラスハシか致死率はインフルエンザの10倍 まるまる接種歴不明な人は抗体検査をということで、まあ、こう不安をあうるようなタイトルでニュースになってたんですけれども、まあ、この中でですねこの図が出てきましたこれボーンと出ますでしょうか、えー、解説感染力強いハシカ特に注意すべき人はということで書いてあるんですがその下の方にですね数字が出てるの分かりますでしょうか日本のハシカ感染件数各個厚労省機能時点というふうになってるんですがこれ今年 黄色になってます14人って出てますねで、2023年は、えー、その横ですね28人ですで、2022年は6人2021年は6人2020年は13人ということで、えー、先ほどのグラフと同じように2020年、21年、22年は非常に少なかったわけなんですしかし2019年を見てみるとどうかというとこれ744人なんですそして2018年はどうかというと 人なんですこの図を見てみんな皆さんなんか,おかしいななって、えー、思わないでしょうかなぜ今年急に申し合わせたように「はしか怖い」えー、そして「予防接種を」ということが、えー、出てくるのかということですね。えー、何度も言いますが決して僕はですね「はしか」はそんな「 怖くないよとか、そういうことを言いたいわけじゃないです。もちろん人によってそのリスクっていうのは全然違いますので、当然ですね、気をつけた方がいい人もたくさん見えると思います。しかし、これ2019年より前は、今の状況っていうのは逆に今年でも感染者数が少ないぐらいの状況だったんじゃないかなというふうに思います。それなのに2019年、2018年、こんなに 騒いでいいでででたしょうかいうかととこすよねそれは非常にに疑問に思いえすもう一つですね気になったことがあるんですがこれインフルエンザよりもはしかの方が非常に感染力が強いということを PR しています PR っていうかね強調していましたその中に出てきた図でインフルエンザは1人から3人ぐらいに移す力があると。 す力があるだから6倍ぐらい多く感染するんだでそれは空気感染で感染するので非常に感染力は強いから気をつけなきゃいけないっていうようなことが結構言われているんですでここで皆さん疑問に思ってほしいんですがなぜインフルエンザよりもこんなにね強い感染力を持っているのにこれ毎年毎年こんなに感染者数が 少ないのかということですよね。えー、先ほどの図で見たように、二千十九年でも一年間で七百四十四人なんです。もう最強クラスの感染力のあるハシカなのに、一年間で七百四十四人しか感染者が出ていない。それはなぜかということを考えてみたときに、えー、当然ですね。ハシカに対する免疫、まあ抗体を持っている人の割合がある程度いるので、もちろん全員ではないですよ。 全員でではないですが、例えば子どもの頃に感染しているとかあとは〇〇〇を摂取しているとかね、うん、そういう人がいて抗体を持っているので簡単に言うとそのぐらい感染力が強くてもそのかかった人の周りに免疫が強い抗体を持っている人たちがいるとそこから先は広がりにくいわけですよねだからなかなか広がらない広がりにくいだから 多い2019年でも年間744人だったっていうのが見て取れるんじゃないかなというふうに思いますだから僕不思議ですねそういうところも両方きちんとそれはだから安心していいよってことではなくて確かに感染力が強いというのは多分本当のことだと思いますしかしみんながみんな感染するわけではないし感染しても免疫を持っている人たち抗体を持っている人たちも実際には多いので広がりにくいそこもですね両方きちんと 伝えたた上で情報発信をするべきなななんじゃいいいかなという,ふうに思いましたやっぱり一方的ななんとなく不安を煽る部分だけをですね、えー、切り取って伝えているっていうのはなんとなく今回の新型コロナウイルスのパンデミックの時と、えー、似ているなというふうに思いました。えー、ということで、まあ、今後のね流れ動向も、まあ、注目していきたいなというふうに思いますがとりあえず今の日本の国内では まあ2019年、2018年の方が全然多かったっていうことですよね。なぜ今年だけこんなに騒ぐのかということですよね。はい。ということで、えー、皆さんも一緒に考えてみてください。<music> ちなみにですね、えっ、ー、と、はしかのるまるは、えっ、ー、とですね、まあこれ余談ですけれども、一応せっかくいい機会ですので、えー、生 言ってもいいかな。生丸丸丸丸、まあ P 入れてください。生丸丸丸というものになります。で、丸丸丸丸っていろんな種類があるんですけれども、大体生丸生丸丸丸丸もしくは不活化丸丸丸丸と呼ばれているものが主流で多かったりします。で、今回の新型コロナウイルスは全く別のタイプでメッセンジャー RNA の丸丸丸丸なんですね。これ全く別物です。 別物ですで生〇〇〇〇っていうのは何かっていうと病原体となるウイルスや細菌の毒性を弱めて、えー、病原性をなくしたものを原材料として作られますとこれねちょうど分かりやすい図なので〇〇〇〇ネットっていうサイトがありまして、えー、これが分かりやすいですねこの図を見るとですね生〇〇〇〇はその病原体を弱毒化して要はえっ、ー、と弱くさせて それれを実際入れるとでだから本物の敵を入れるわけですね弱あの強くはない弱いタイプのものを入れて、えー、弱いけど生きているだから非常に効果が高いというふうに言われていたりとかあとは持続期間も長いというふうにいわれていますきちんと敵を入れるので、えー、きちんと記憶するということですよねこの生○○○というのが多分ハシカの予防接種もこのタイプになります でもう一つ別にですね「不活化〇〇〇〇というものがあります、えー、これはですね病原体となるウイルスや細菌の感染する能力を失わせたまあ不活化したものだったりとか殺菌したものを原材料として使うと、うん、だから元は病原体となるウイルスや細,、えー、細菌を使うんだけれどもそれを、まあ、完全に、えー、能力を失わせた状態で 不活化した状態でもしくは殺菌してしまったような状態でだからあんまりもう力がないわけですね全く、まあ、死んじゃったような状態ということが分かりやすいのかなえで入れると、うんえー、なので、えー、もちろんそれは生生に比べると多少、えー、弱かったりするので、えー、追加接種が必要だったりするケースが多いというふうに言われています ちなみに新型コロナウイルスの〇〇〇はメッセンジャー r n a のタイプというふうに言われているんですがこれは生〇〇〇でもなく不活化〇〇〇でもなく新型コロナウイルスの突起の部分のスパイク突起の突出したねこのスパイクの部分を自分の細胞が作り出すための設計図を注射しているんです。 自分の細胞の中で読み込んで自分自身自分の細胞で新型コロナウイルスのスパイクタンパクを作るんです自分の細胞で作るそしてその自分が作ったスパイクタンパクで、えー、自分の免疫が働いてそれで抗体を作ろうということになっていますだから今までのるまるとは全く異なるものであるということは えーまあ、皆さんご存知だと思うんですけれども一つきちんと知っておかなければいけないポイントなんじゃないかなというふうに思いますということでまたこのハシカの状況もですね大きく変わるようなことがあればまた取り上げてみたいなと思います皆さんはどう思いますでしょうか、えー、ということでえっ、ー、と明日ですね3月の18日の月曜日夜9時から えー、あの k w 社員さんとの対談動画の前編を公開させていただきます。ぜひ楽しみにしていてください。えー、それで僕のチャンネルはですね、全部で削除対策用に5つチャンネルがあります。えー、よかったら全部チャンネル登録の方よろしくお願いします。えー、高評価ボタン、そして通知ベル設定、えー、ポチッと押していただけたら嬉しいです、えー。それでは皆さんまた会いましょう。バイバイ。